こんにちは、ダンサー内藤の毎日社交ダンステレビにようこそ。お相手していただけるのはいつも通りようこです。よろしくお願いします。先生ですね、今日はルンバのですね、こういうオープニングアウト3回というのは昔からね、よくあります。非常によく使われますね。2、3、4ね。そしてまあこういう風にして行ったりとか、または3回目はまあね、なぜか手をつないで2、3、そしてまあスパイラルをしてまたチャラになるというかね、最初から行くと、このようなよく見かけますね。よくあります。もう一回しましょうね。2、3、4、1 2、3、4、1 2、3、4、1 2、3。そしてオープンヒップツイストとかね、最初の状態に、戻りますね。でこれの、まあ、変形というかね、応用を2つぐらいしましょう。1つはですね、毎回ね、これはダンスパーティーなどでもよく踊られますけども、毎回今の終わり方でも退屈なので、まあ、ちょこっとしたリードを変えるだけで、初対面の人というかね、初めて踊る相手にも通用する。ただちょっと振り回しちゃうといけませんが、2回までしますね。2、3、4、1。そしたら2までは先ほど一緒ですが、ここから女性をこちらの方に誘導して、2、3、4、1というふうにパッとファンポジションで終わってしまいます。簡単ですね。1回目、4、1 2、3、4、1 2、3、4、1ですね。男性はほとんどね、普通と一緒ですが、一応簡単にやっておきます。後ろ向きにしましょうかね。こっちにね、だから、どうせだったら一緒に、ね、男性はこうですね、僕のお尻を見ながら練習しましょう。ね、横、戻って、揃える。いわゆるクカラチャですね。横、戻って、揃える。ね、3回目は2、3、4、1というふうに、シャッセをしますね。3回目は2。そしたら、このままだと、こっち行っちゃいますからね。だから、2、3、4、1でファンポジションになるので、3&4&1 とシンコペーションと言いますか、音は分割されますが、パパッとシャッサしますね。女性は、ね、こうですね。女性は、2、3、まず1回目をして、で、2と来たら、ね、左足ですから、まあ、とにかく、3&4&1、ね、まあ、向こうに3も同じように、男性と同じように、3&4&1を、2、3&4&1といけばいいですね。これはもう早いので、ね、あまり、2、3&4&1も前進してから、回るというのをすると、かえって回転が見えませんので、もう2と来たら、肩そのまま3&4とどんどん回り続けるんですね。後ろ、2、3、4、1。2、3、ね、女性ちょっと影になって見にくいと思う。2、3&4、1ですね。これは簡単にね、でもあまり突然やると女性を、倒してしまうといけませんね。それからは、もし留意点があるとすれば、このね、枠で2と来たら、まあ、このね、枠のままよいしょとこう行くわけですが、ただ、あまりすごい有名なステップでもないので、まあ、ちなみに愛知県などでは、以前ね、ゴールド級とかで入っておりましたけれども、よく使われますが、初めての、ベーシックではないのでね、初めての女性の人だとちょっと戸惑うかもしれません。転ぶといけませんもんね。で、もし留意点があるとすれば、結局、こう、ツーと来ると、スパイラルとかね、そういうふうにことがあるので、なんとなくこう、手を上げたままだと、ちょっと先生、回ろうとしてみるかな。ツー、ね、スリー、ね、まあ、強引に回って、こう、そうそうそう、ね、強引に回ってみてね。ツー、そうですね。そうそう、ね、こういうふうに、女性は回ろうとするんだけども、男性としては今のステップをするときは、回さないわけですからね。回さないってことも、手は上げませんもんね。半回転だけですからね。だからそこでトラブルが生じるといけないので、どうしたらいいかというと、
ですから手を上げるような素振りを見せると女性は、ね、いつものスパイラルかなと思って回ってしまうので手を下ろしておいて、ね、なるべく下の方にこう、こういうふうにすればね、でもすごくオーバーに言えば2、3、4とこうすればくぐりようがないのでね、まあ、そこまでオーバーにしなくてもいいんですけども腰ぐらいの高さでなるべく下の方に、手を上げるのはほとんど回転する必要があるときに上げるのみですからね、逆に言えば回転しないのに上げるということは女性に迷いを生じさせますね。では2つ目をしましょうね。2つ目は、こういう感じですね。こっちの方はむしろのんびりかもしれません。こういうかな。2、3、4、1ね。3回とも丸々っていうか普通の動作をして、2としたら今度は、先ほどのはまあ、スパイラルがありませんが、一番大元はスパイラルして向こうに行きましたが、女性がここを通るんですね。ですから2ときたら男性はこっち向きにこう3、ね、ホッケースティックのように3、そして4を1と女性をスパイラルさせますね。でもこのままだとちょっと終わりにくいので、3を女性を前進させますね。2、3で4を1で振り向かせますね。そうするとこう向かい合って、ちょうど男性右足女性左足の、状態ね、ちょっとカメラが切れちゃうからこのね、ですかね、ちょっと小さくなってね、せーの、2、3、4、1、2、3、4、1、2ね、2、そしたら3、男性の右肘の方に女性をね誘導します。4、1ね、じゃあそれ小さめにやるんでね、2、3、4、1ね、こういうふうにすると。ちょうど、いつものね、準備を、1、2、3、こう踊り始めのね、この準備を終わった状態と一緒になりますから、例えばオープンヒップツイストとか、いうのに続けることができますね。まあ、いちいちシャドウで説明しませんので、カップルで見てる人は2人でやってみてくださいね。2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1で女性振り向かせますね。そして2、3、4、1、ギュンバッ、ね、もう一回しましょう。ゆっくりしますね。まあ普通通り2回します。4、ね、そしたら2、そしたら少しこの腕を、ね、ずらして3、ちょうど男性の、ね、ちょっと隠れてますけどこの右肘の下あたりに女性がスパイラーするね。男性は少しこう背中の方に回りますね。そうすると、まあ、タンデムポジションとなりますが、男性は左足体重、ね、女性は右足のスパイラーした後ですから右足体重になってますから当然反対通り反対足からいきますので1歩2歩、そして女性3歩前進した後にくるりんとね向きます。もう一回やりましょう。今度、ね、向きところを変えますからこっちだと今こっちからになるんですよ。せーの、2、3、4、1、2、3、4、1で2、3ね、男性の方これでリードしますね。腕を外しつつ4、1でしっかり、ね、この位置になります。男性回り込みが左下回り込みが少ないとちょっとこっちに来ちゃうのでなるべくちょっと大きめにね。で3歩、2、3、4、そして1でビシャッとね。そうすればオープンヒップツイストとかね、いろんなものに続けられますね。ね、今日はこんな感じでこんな感じでございましたけどね、オープニングアウト、まあ3回というやつですね。まあ、なかなかね、2回してシュパッといくので、ちょっと3回とは言いづらいですけどね、おしゃれな感じで、一番最後にしたのも男性が適度にリードすれば絶対うまくできます。